ゲニオルニスは、オーストラリアに生息した絶滅した巨大な、飛べない鳥。背丈は2メートルを超え、雑食性あるいは草食性であった可能性が高い。3万5千年前に絶滅を迎えた。その前後に、オーストラリアの他の数多くの種が絶滅しており、これは、人の到来と同時期である。現在生存している生物では、キジカモ類が最も近煙である。 大型動物の絶滅については二つの仮説が提唱されており、その二つとは人類の影響と気候変動である。700を超えるゲニオルニスの乱獲断片から年代特定がなされた研究が行われ、ゲニオルニスが衰退し絶滅するまでは短期間であり、気候変動では説明できないとされた。これはオーストラリアにおける大量絶滅イベント全体が気候変動よりも むしろ人類の活動に起因することの良いしさであると論文執筆者は考えた。2015年の研究では焼けた痕跡が見られる約200カ所からゲニオルニスの乱角断片が収集された。乱角のアミノ酸の分析から残り B の上に卵が置かれてできた温度勾配が確認された。乱獲は BP で53,900年前から43,400年前のものと 年代測定され、絶滅の何千年も前から、当時の人類がゲニオルニスの卵を収集、調理していたことが示唆された。しかし、乱獲は、実際には絶滅した、つかつくりかのものであることが、後の研究で、示唆されている。おそらく4万年前のものであるアボリジニの、岩石壁画の発見が考古学者により2010年5月に、報告され、 そこには2体の鳥類が詳細に描かれていた。古来からのアボリジニの伝統に基づき、ビクトリア州南西部に広がる温帯地域でゲニオルニスが遅くまで生き延びていたことが示唆されている。ありがとうございます。